編でござる。いやー、前半のね、文系がね、相当いい記録を叩き出したんで、ヤンバープレーよ。すごいね、不安だったんだけど、見てください、これ。うわこれちょっと、それやばいね。有利だったね。まあ、本当はね、ズーって言われるんですけども、ちょっとこれでね、いただきましょう、アドバンテージというか。作戦的にはまあ、しばゆーはもう、据え置きです。パクパクするだけの人です。最初は僕とりょうくんで調理をして、まあ、としみつみたいな感じでりょうくんをフラフラしていただくって感じかな。美味しさで勝負してほしいよね。今僕たちが一生懸命喋ったのに、あ、隣でぶどう食ってるさ、イクトを見て笑ってたの人たち。いや、俺はそっちが一生懸命喋ってるのに、めちゃめちゃ大きなゲップをして目丸に笑ったんです。ガーッ、もうなんだこいつら。イケチーム、よーい、スタッ。よし、じゃあまずはね、優雅に乾杯してから行きましょう。行こう行こう行こう。何悠長のやつらめ。そうそう、言ってくださいよ。トシミツがわざわざハンディ回してキッチンで待ってるってのによ、アップにしてやる。なんでそんなとこいんの。じゃあみんなで頑張りましょうね、今日も。はい、乾杯。乾杯。はい。うわ、なんて楽な1リットルだよ。すごいな。いいな。じゃあまずは簡単にお兄ちゃんたちを焼きつつ、俺が野菜を切って、しばゆーが生食食べる。おい、生で食えるもん少ないんじゃね。そう、こっちは少ないので、なるべく早めに肉を仕上げたい。生はないんですよね。1300ない。すごい。スイカでかっ。綺麗にね、こぼしちゃダメだよ。すごい、ナスがもう乱切りされている。作る料理はカレーとかですか。シューガー無視されてるのかな。集中しすぎだわ。いわゆる町のおじさんみたいに映り込んでるもんね。邪魔してやろうかよ、もう。これはクラゲ揚げのブロックを切ってます。そうですね、まあ焼肉みたいな感じにして、しばゆーにね、食わしてやろうと思います。なんか辛そうな人がいる。辛そうだね。やばい、溺れるわ、スイカ。なんかこっちの孤独性やばいな。ここやばいっしょ。うん。しばゆーどう、調子は。種まで食って質量高めてるから。もう毛穴で食っとるわ、スイカ。顔ビッタビタじゃん。かぼちゃと人参も軽くラップしてチンって。ラップあんのか、このキッチンって。やばい。 あります、いくらやってです。いくとこです。なんで。全力で。いくとこです。なんで。包丁買ったとこです。お前ストーリー更新してるだろ。あいつちゃんと取れ。オッケー。ちゃんとやってるよ俺。西さんは肉焼いていく。まあこれはちょっとね、文系みたいなパワープレイですけど、はい、焼けば消えますかね。まあ一旦焼きますね、これは、はい、これやばい。さあ、りょうさんはスマートに切っていく。ないんだよね、皮むけのは。すごい。そんなおしゃれにやらんでいいって。そのままか。イケイはなんか皮むいてたぜ。おいおい、皮なんかむいてるかよ。あ、おいしい。高いよ。お肉ちゃんでございます。おお願いします。やっべ、絶対何手で食えってのか。手で食うよ。さあ、パスタを手に取った。噛むからね。もう18番のパスタですね、これは。18番ではないけど。しまった。何やってんだ。足の音が。は、箸が欲しい。10分経過しました。パスタイン。おお、パスタ何作ってるんですか。カレーですかね。カレー丼ですね。カレー丼作ろうとしている。ちょっと肉つまんでんで。OK。食。おお、面白かったね。バカー。あれはマイナスですよ。ちょっと待って待って、すする、すする。何をしたんだあいつ。形容が難しいから、すって。手で言うには詰めた。ちょっとキッチンペーパー。ほんとに広すぎる。残り15分。半分経過しました。いただきます。ここから両虫の追い上げ次第でだいぶ変わるから。明太パスタ。いや、そうだ。食欲進みますからね、明太子は。ここで芝居さん来た。こらくね、こらくね。英語、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 切れず。これはカレーうどんということにしてくれ。もうスープカレーに近いですね、これはもう。やばい、普通に胃で負ける。いや、でもカレーうどんうまいぞ。胃で押される。あ、さあ、パスタ出来上がりましたか。出来上がったことにしましょう。さあ、行った。もう料理はしないで。はい。うわぁ、すげぇ。絶対関係ない、すがいで。絶対関
残り6分30秒。ダメだ、肉いらん。しばゆうが死んでる。死んでる。おっきい。あいつは、なんでか積もった。これしばゆうが積もってしまった。めちゃくちゃ積もってる。そんな思ってないから。やばい。あ、これ料理は美味しい。マジ美味しい。あっち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 やめてやめてやめて、ほんとほんとほんとねえ、ごめんね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 、なんだあの真ん中の人、あの真ん中のガラシャツの人、何横の白シャツが困ってる。横真っ白なのに。おい、見ろ、あいつスプーンに巻いておしゃれに食ってるわ。嘘だろ、ラーメンみたいに食いやがれ。ほんと余裕あるか。ちょっととりあえずみんな、あの牛乳だけは全部飲んじゃおう。あ、もうないね。真ん中の人は仕切られる。真ん中の人仕切られるのおもろい。真ん中の人仕切られたらおもろくなるぞ。乾杯しない？乾杯。乾杯。食べて。ね？このまま立ってよね。おい、笑いのガーなんかいらねえんだよ、こっちも。本当に笑わせないで。集中して同じリンゴついとるやん。どうよ、テレビのさ、ディレクターみたいな感じ。笑い声が今さ、鼻にリンゴついてたの、息吸ったらさ、鼻の中にリンゴ。ふざけてない。これどこ行った。妨害ですよ。俺とメガン、頭入った瞬間。やめろ、うまいや、料理なんていらんかったんや。オチで言うんだよ、そういうのは。この人、反則してる。うるさい。一番仲悪いじゃん。残り20秒。20秒、20秒。早く、早く、あと1個。タッチ、ファイトです。7、6、5、4、3、2、1、ストップ。ストップ。置いてください。あー、これでもどうなんですかね。結構減ってるぞ。ねえ。あー、そんなでかいの出る。何なってんのお前の体。マジで入れただけ出たな。人で言うゲップで今普通に。お前何なんだよ。じゃあ、はい、結果出ました。じゃあ皆さんお集まりください。3300か。いやー、うわー、極まどい。理系チーム4075g。 4075。 そんな食う。なんでそんな。めちゃめちゃ負けた気がおったわ今。圧勝。なんで、何が。料理の水をたくさん使ってた。まあそれはちょっとあるかもしれないですけど。そんな言ってます。言ってると思います。自信ないね。いいゲー。ちょっともう一回計算してみて。もう一回計算し直した結果、理系チーム、はい、4075。大勝。ええー、出ました。めっちゃ食ったやん。なんでなんで負けた。マジか。体格差すごいやん。だってどうきつそうな顔してないじゃん。だって俺10分ぐらいうんこしてたんだよ。撮影止めてね。痛すぎて踏ん張れないから自重でうんちが落ちてくると待ってたんだよ。今ちょっとね、あの計算し直してる時に考えたんですけど、そちらは水を全く使ってなかったんじゃないかな。うん、我々はその牛乳というね、まあ、ズルがありつつも料理に水を結構いっぱい使ってたんで、うん、まあそれがあるんじゃないかと。スイカとメロンだけで1キロくらいいってたんで、うん、ちょうど食えねえんだもん、スイカとメロンが。勝敗を分けたのはもしかしたら好き嫌いかもしれないです今回。まあちょっとルールがどうだっていうところはともかくとして、うん、今回のルールで言えば我々の圧勝ということでございます。よっしゃ、おもろい。調子に乗らないでいただきたいと思います。というわけでね、現地人対文明人対決は文明人対決の勝利と。うせ、皆さんもあの食事をするときはちゃんと料理をしてから食べるようにした方が美味しいのでおすすめです。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあじゃあ、バイバーイ。マジでお前だけこっちだから。原始人顔だった。